こんにちは、金沢成明です。このチャンネルではですね、イギリスで活躍する日本人の方を紹介していこうと思います。今回はですね、イギリスで美容師兼美容室を経営されているジュンさんにいろいろお話を聞いていこうと思います。お願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、ジュンさんは現在ロンドンでこの美容室を経営されながら美容師としても働いていらっしゃるということなんですけども、具体的に毎日どんなことをされているのか教えていただいていいですか？はい、そうですね、まず来てですね、自分のスケジュールをチェックすることと、あとは、今は美容師ということもやりながら、メインは外部とのやり取りで、在庫の、確認、また発注、それから支払いだのと、そちらの経営の方を中心にやっています。で、お客様に対し、お客様は、ご指名いただいた方を中心にやらせていただいてという形なので、そうですね、大体半分半分くらいなんですが、まず来てやることとしては、まずお客様、その日の、自分のスケジュールを確認して、その空いた時間に何をやるかというのをスケジュールを作ります。今じゃあ半々ってことなんですね。経営もしながら。そうですね、どちらかというともう経営を、主体としていて、ご指名いただいたお客様を中心に、美容師としては立って、ハサミを持っているという形です。あれですか、はい、ご指名っていうのは、はい、ジュンさんもちろん日本人どういったお客さんの、その、なんていうんですかね、ご指名いただくお客さん多いんですか？そうですね、なかなかここで長くやってるのもありまして、もともと美容師としてやってた時から、お店をここをやる前から来られてからもやらせますし、あとは、お客様の紹介という形で、ご紹介という形でつなげていただいている方もいます。やっぱり日本人の方が多いんですか、はい、そのつながりってことだと。ですね、現地の方が多いんですか？そうですね、逆に日本人の方はもう数えるくらいしかいらなくて。そうなんですね、はい、お店自体も、僕ともう一人の日本人のスタッフはいますけども、それ以外はもう現地、いろんな多国籍な感じでやっています。それはね、なんかこう日本人、なんかこう切ってもらう側からすると、やっぱ同じ国とか同じ言語とかの方が切ってもらいやすいのかなと思うんですけど、そこはね、なぜかっていうと、こう美容室って結構こう喋りも重要じゃないですか、よく言って、喋らない、ね、人もいますけども、はい、その辺とかどうなんですか、コミュニケーションっていうか。ただ国、ロンドンっていう場所からですね、もともと日本も素のイギリス人というよりは、お客様もいろんな国から来られている方が多いですし、その辺はあまりお客様の方も気にされてない方が多いかなという感じです。もちろんコミュニケーションはしますけども、最低限というか、そこまで深い感じでは喋るというよりは、日常の会話とかをメインにしているような感じですかね。はい、なんかでもそうなんですよね、僕もこっちで仕事してて不思議なのは、どっかこう日本人の方ってどっか日本人の美容室にこっちって正直行きがちじゃないですか、はいはい、でもこっちの国の方っていろんなところが来てて、その辺は気にされない方多いですよね。そうですね、その辺がやっぱり日本、僕も日本で住んで、日本で育っているので、来た時にすごい衝撃を受けたところもあるんですけども、こういろんな文化がこう織り交ざってっていう感じで、こうミックスした感じが素敵かなと思います。で、僕も日本人ではあるんですけども、現地で修行というかやっていた、勤めていたことが長いので、僕自身も日本の方に特化というよりは、もうここのイギリスの場所に特化したっていうような美容師であるかなと自分でも自負してますね。なるほど、なるほど。それはジュンさんが、はい、その皆常連のさんの方から気に入られてるポイントとかって何かあります？日本人という意味では、日本人の美容師という意味では、結構得をしてるかなと思ってて、一般的な、お客様から言われるのは、やっぱり日本人の人ってすごい丁寧でという、こういい方のブランド力はあるかなと思っています。という意味では結構日本人で良かったなと、逆に
思うところもありますし、あとはやっぱり日本の方はやっぱりあのとても器用だっていうイメージでいられる方も多いですし、あとは一般的に日本人の美容師さんっていうのはこうレベルが高いというふうな感覚で来られるお客さんもいるので、そういった意味ではこうあのあ日本人ですって言われると結構好感を持っていただけることが多いかなと思います。確かに僕もちょっと近いものあるんですよ、はい、デザインも結構お客さんにとっては日本人がデザインって結構きめ細かいとか、そういったデリケートな部分をやってくれるみたいなイメージがあって、じゃあ近いものやっぱイメージ持たれてる方多いですね、美容師でも、ね、そういう意味ではなるほど良かったですね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゅんさんは2002年ですね、にちょっと20年前、もう20年今2020年なんですけど、はい、まあ、投影されたということで、はい、そのまあ、イギリスにね来られたきっかけみたいな、もしよろしければ教えていただいていいですか。はい、そうですね、もともと僕はですね高校3年生の時に日本の美容学校に入学しまして、で、まあ、卒業と同時に現地の、まあ、地元ではあるんですけども神奈川県の、地元の美容室に就職で、4年ほど日本で美容師として働いて、でこちらにイギリスに渡英したという形なんですけども、やはり一番大きかったのは海外を見てみたい、そしてその実際に住んでその文化だったりそのいろんな人と違う日本人だけではなくいろんな方との触れ合いを持ちたいというのがあったのが、まあ、第一ですね。あとはですね、やはりその中でいろいろな国をやっぱり模索したんですけども、なぜイギリスかというのはやっぱりそこは美容師として、まあ、やり始めて、イギリスは結構美容師としては聖地みたいな感じでこう有名な美容師さんがたくさん配置されている場所なんですね。なので日本人の美容師さんでは、まあ、一度は行ってみたいという憧れの国でもあるんですけども、まあ、僕もその一人としてどっか行きたいなと思った時にやっぱり美容がすごい盛んなイギリスの本場の美容を見てみたいっていうのがありまして、イギリスを選んだっていう形ですかね。そうなんですね。なんか僕も実はこっち来る前まで、はい、イギリス来るまで知らなかったんですけど、恥ずかしながら、はい、こっち来て最初のフラットメイト、はい、一緒に住んでた方が実は美容師で、そうなんですね。そこでいろいろ実は聞いたんですけど、その、うん、いわゆるサスーンカット、そうですね、あともう一個ありました、はい、確かサスーン、トニー&ガイ、あ、トニー&ガイです、これね。そうですね、その辺がやっぱりもうイギリス発祥のブランドであって、まあ、カリスマ的美容師さんで、はいはい、まあ、サスーンのというカット技法はもともともう世界中なんですけども、うん、日本にもその技法、サスンという人がやった技法がそのまま入ってきて今のこう基礎になっているという日本のカット技法になっているような形で、うん、そういうのも含めてその元祖であるところを見てみたいというのはありましたね。なんかその方に聞いたんですけど、トニー&ガイ派とサスン派で分かれるって聞いたことあるんですけど、そうです、あるんですか。ありますね、やはり作りとか、まあ、こうきっちりとラインを残すような形が結構サスンが多いかなっていう個人的には思ってて、トニー&ガイはどちらかというと動きだったりとか、まあ、カジュアルな方も結構得意なブランドさんかなと思います。僕は結構、まあ、どちらもすごい個性があって好きなんですけども、若い頃は結構サスンよりも、よりもそうですね、トニー&ガイがいいなとかと思ってたんですけど、やっぱこう年を連れてこう美容の真髄というか、うんうん、やっぱりやっていくと、あ、サスンのこうラインをすごい綺麗にするカット法とかもすごいなと思ってます。まあ、未だにそうですね、20年ここにいますけど、そういうトップのブランドを作り上げた方たちのこう今に残るこう引き継がれていく伝統っていうのはすごいなと思いますし、僕もそれを一つ一つこう励みにしてまあやってますね、今もね。なんかその方曰く、ただ日本人の美容師というか美容カットの技法も結構わりかしイギリスでは評価されてるみたいな。その日本ってこうあんまりこうなんですかね、サスーンとかこっちのみたいにこうパッツンにしないじゃないですか。しないですね。わりかしこう中を抜くっていうか、なんですかね、こうふんわりいい感出すじゃないですか、こうランダムに。あれとかの評価ってどうなんですか、こっち。それは やはり日本人の髪質っていうものが多いかなと思います。なるほど。それもやはりこっちに来て僕も結構苦労した部分でもあるんですけども、
あのイギリスにいるともう本当にいろんな国の方がいられて髪質もそれぞれ違いますので、あの日本ではこう最初は入ってきた技法がそう日本でどんどん進化していってるっていうのはあの日本の特有かなと思います。なるほど、そっか、でそれがそうですね、今こうこっちに持って帰ってきてもあのトップとかこうこちらで結構評価されるところかなと、美容師さんが、日本の美容師さんがあのその一つ一つのこう技法にしても日本で進化したものをこちらでこう評価されてるっていうのはその辺かなと思います。まあ、でもやはり基本的に日本人の方ってすごい、まあ、細かいっていうかあの一つ一つ丁寧にやってくる方が多いので、そういうところはすごくいいのかなと思います。なるほど、じゅんさんは2010年にヒップゾーンっていうご自身のね、はい、美容室をオープンされたわけなんですけども、すごいですよね。もう本当すごいなと思うんですけども、特にそのまあ、純さんの方から現地のお客さんが多いっていうふうに聞いたんですけども、なんですか、こっちね、イギリスロンドンに結構いくつか、まあ、いわゆる日系美容室っていうのはあるんですよね。結構日本人のお客さんが結構多い中、現地の方が多いということで、そのオープンに至るこのきっかけだったりとか、その苦労した点って何かやっぱありますか、現地に根付く美容室として。そうですね、僕が来た、まあ、20年ほど前の時はまだ本当に数えるほどしかあの日系の美容室っていうのがなかった。で僕も来た一番最初のお店は日系の美容室で働かせていただいたんですね。でやはり自分の言葉 の問題とかもあって、英語がまずうまくしゃべれなかったのもあったので、そういうのもあってやっぱり日本の美容室の室にお世話になったんですけども、その後はもう僕自身が現地でもうどんどんやっていったのもあって、こうやはり日本人 の方というよりはもういろんな方をやらせていただく機会があって、まあ、自分のお店をやろうって言って思った時にもこう日本の方だけというよりはもういろんな方を受け入れられるようなお店がいいかなと思って、現地の、まあ、人、まあまあ、そうですね、パートナーでやってて共同経営なんですけども、共同経営 の相手も日本人ではなくてという形でやらせていただいてます。なるほど、はい、なんかこうオープンしたての時にやっぱりロンドンで例えばすごいお店作るってお金もかかってくるじゃないですか。なんかそれ苦労した点とか、お客さん最初の集客とかってなんかあります？そうですね、まあ、一番最初にオープンしようと思った時にやはり資金面でいろいろどうしようかなと思ったんですけども、その時にたまたま知り合いでそういうこう事業されてるというか、まあまあ、資本家という方のような方がいられて、そういうその方とお話した時に、まあ、今のパートナーである、まあ、グループとつなげていただいたんですけども、結果的にはそれぞれがこう少しずつ出資して、うん、という、まあ、その分役割も分担してという形で落ち着いて、その辺は資金繰りでは自分たちでやることができたので、まあ、銀行さんとかにはお世話にならなかったんですけども、その代わりやはり自分でやらなきゃいけないというのがいろいろあって、多分銀行さんとかに行くといろいろ助言とかもしていただいたりするんですけども、その辺はもう全部手探りでやっていった感じなので、そうですね、今となっては結構笑い話になるんですけども、やっぱり法律も何も知らないままこうみんなでガーッと行って結構失敗したこともありますね。トライアンドエラーがあって今これがあるってことですよね。ね、2012年になるんですか、素晴らしいですよね。そうですね、もう12年らしいですよね。純さん、日本で美容師もされてたということで、こっちもね、実際に、まあ、経営も含めてなんですけども、なんか違いとかってありますか、働く違いみたいな。そうですね、働くという意味ではやはり先ほど言ったように、もうお客様がもういろんな国の方なので、髪質も違いますし、もちろん顔の骨格であったりとも違いますし、という意味でいろんなスタイルをやらせていただけるっていうのは面白みかなと思っています。 あとはこちらほどそれこそロンドンならではかなと思うのは、やっぱり国が違うと宗教的な問題とかもかかってきて、それも考慮したようなスタイル作りとかっていうのは、ロンドンに来なかったら多分経験できなかったろうなということや、そうですね、あとはまあ日本に比べるとこう
にイギリスの方々って結構個人主張というかこうそれぞれ好きな髪型をされる方が多くて、うんうん、流行に流されるというよりはこう自分がこうしたいというのがあったりとか、あとは美容師という美容師業という意味では美容師を一人のこうアーティストとして認めてもらっている部分が結構大きいかなと思っていて、例えばこうお任せでお願いしますと言っていただける方が結構頻度が日本に比べて高いかなと思いました。すごい。でもお任せがね一番難しいところなんですけど、そうなんですけどまあそういう意味ではこういろいろこういきなり初めてのお客さんでもお任せって言っていただけるのも結構やりがいがある仕事かなと、まあ、ある意味プラクチすみませんリスペクトがあるというか、そうですね、そういう意味ではちょっとそれと辺が違うかなと思いまして、やはり日本でいうとどちらかというとお客様に寄り添って、まあもちろんこちらでもそうなんですけども、まあイメージお客様のイメージを最初に聞いて、あとはやっぱり流行を取り入れてっていうのが多分まあ、主軸としてやっていくんですけども、イギリスでいうとやっぱりそのお客様が座っていただいてまずその人の個性をどう引き出すかというような考え方が結構大きいかなと思います。なるほど、それは大きな違いです ね、 そうですね。日本だとどっちかというとね、こういう髪型にしたいっていうのがね、うん、どう形にするかだけど、こっちはその人のパーソナリティとか そ、ね、その国のバックグラウンドを考えて髪型を作るってめちゃくちゃと難しいですね。そうですね、そういう意味では結構楽しいですね。あ、そうか、そこにこう面白さとかっていう醍醐味があるってことですね。なるほど、ありがとうございます。12年、まあ、こうヒップゾーンを経営されているということなんですけども、何かジュンさんの今後 の、 この目標とか今後展開とか何かありますか？そうですね、まあ、ヒップゾーンお店はですね、トータルビューティーという形をさせていただいてて、部屋だけではなくて、まあ、この空間に来ていただくことによって心身ともに、まあ、心もこう健康でいられるようなことを目標としていただいてやらせていただいているので、そういった意味でこう下にも5室ほどビューティールームというのがあるんですけども、いろんな方とのコラボレーションをしたりとかして、こうお客様のもうライフスタイルに関わっていけるようなお店にしていければいいかなと思っています。すみません、僕勘違いしてました、はい、そうだったんですね。そうですね、美容そうですね、髪だけではなくて美容も全部やってるんですね。はい、そう、じゃあこう心身ともにリフレッシュして帰れるっていうことですね。そうですね、もうこの空間にもう来ていただいて、こうもうライフの、そうですね、生活の一部になってなれるような場所っていうのをもう考えてますね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。最後になんかジュンさんの方から宣伝とかもし何かあればと思ったんですか？そうですね、うちはこう結構多国籍な感じで、こうもうスタッフもお店とかお客様もいろんな人種の人がいるんですけども、今こう美容師さんもミュージシャンの方も結構必要な感じですので、もしご興味のある方がいればスタッフのメンバーとして来ていただければなと思います。あとは、まあ、先ほど言ったようにいろいろなこうコラボしていただける美容医療関係の関係者の方で、こう自分でイギリスでやりたいという方がいれば一緒にコラボできる機会があればいいかなと思っております。なるほど、はい、その連絡先はじゃあなんかウェブサイトか。そうですね、ウェブサイトで日本語でも大丈夫です。僕がちゃんとメールとかしてますので。わかりました、はい、今回のゲストは美容室経営兼美容師のジュンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということですね、今後もこのように、まあ、イギリスで活躍する日本人の方を紹介していきますので、この動画が良かった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。お願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。